中国高船、尖閣諸島の領海侵入、日本漁船を追尾。9日の午前7時頃に、日本の尖閣諸島の領海に、中国海警局の船2隻が侵入し、日本漁船を追尾しております。現在、海上班長の巡視船が漁船を守っておりますが、この事件について、松野官房長官は記者会見にて、国際法違反だ。誠に遺憾であり、受け入れられない。緊張感を持って、 尖閣諸島周辺の警戒監視に万全を尽くすとともに中国側に対しては冷静かつ毅然と対応していくと批判いたしました。また外交ルートを通じ中国政府に抗議したと明らかにされておられましたが現状ロシア・ウクライナ戦争を見ますとならずもの国家に対し常識が通用しないことは明らかでございますので日本政府には 日本周辺の中国やロシア、北朝鮮といったならずもの国家に対し、今後もありとあらゆる手段で対抗し、国民の皆様を、また日本の領域をしっかりと守り抜いていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。